はい、どうもゆきです。今回は名作と名高いパワポケ13のアルバムプロフィール、まあプロフィールですね、表サクセスのプロフィールを見ていきたいと思います。こちら結構多いので、ちょっと一旦表だけに絞ってプロフィールを見せていただいて、でまあ別の動画で裏サクセスのプロフィールも見ていきたいと思います。ちょっと解説も含めながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず1人目、主人公表ですね。コングロ高校に入学した野球エリート。小学生から硬式野球をやっていて、中学の時には県の大会で優勝した。しかし高校で人生初めての挫折を経験することになる。挫折があって大きく育った男ですが、弾道のことについては書いてませんね。はい、雨崎ゆうき、主人公の幼馴染で親友。野球の才能はすごいのだが、気弱で主人公や妹に振り回されてきた。まあ、チワワですが、最後には開眼したっていうことでね。ここ二人の成長が見れるのがパワポケ13の物語ですよね。非常にいいんですよね。爪井リヒト。まあ、リヒトっていうのか。賢そうな名前してんな、お前。小学校から硬式野球をやってきたごく普通の野球好き。なんか硬式野球経験者多いっすね、小学校から。空気が読めなかったり、すごくバカなこともやるけど、ごくごく普通の高校生。中学1年生の時に木村の母親を市民プールで見かけて一目惚れしたことがある。ちょっと待って。木村の母親でしょ？まあ、少なく見積もっても20とか25ってことでしょ？中1ってことは、こいつ13歳の時に、じゃあ33なり38なり、まあ、40代近くの女性に一目惚れしたって、お前、木村の母親どんだけ美人やねんって話ですよね。見てみたかった、普通に。杉田勇気。勇気多くない？勇気多くない？俺も主人公の名前勇気にしてるからさ、勇気3人になるんだが、開拓高校。ややこしいからやめとけよ。名前変えとけよ。あ、ちょっと次飛んじゃった。勇気、ちょっと飛んじゃった。野球部で一番真面目そうに見えるので、みんなから頼りにされることが多い。ただし、年相応に異性に興味もあるし、こっそりエッチな本も持ってる。お前、全年齢向けゲームでエッチな本とか、具体的なワード出すな。彼の名前も勇気なので、主人公が勇気というたびに反応してるが、瞬移は全く気づいて。ややこしいな。俺の実況だと主人公も名前勇気だからややこしいんだよ。3人分反応してんじゃねえかよ。ややこしいんだよ。軽いノリア。こいつ、まつげがちょっと鬼ザメに期間あるんだよな。めっちゃ鬼ザメに期間あるんだよな。最初から開拓高校にいる野球部員。不真面目に見えるが、実は野球をやるきっかけになった祖父の死によって目的を見失っていただけである。あー、なるほどね。それが理由で目的をどうしようって思ってたけど、新しくま主人公たちが来て目的ができたから頑張ってたってことか。彼の付き合っている彼女はすごく可愛いのだが、ゲーム中には登場しない。まあ、登場したらね、主人公に食われる可能性ありますからね。あの弾道男に。広畑漢字、出た、うんこマン。頭うんこマンじゃん、お前。あれだよな、なんだっけ。浅草にあるビール会社の、屋上がね、こういうモニュメントあるんですよ。なんつったっけ、あそこどうだっけ。高校入学を機に野球以外のスポーツを始めようとしたが、ものにはならず、結局友人の杉田に説得されて野球部に入ることになった。野球の才能は杉田よりも上なのだが、真面目な杉田の方が試合中でもなんとなく頼りにされている。日頃の行いは大切である。でもね、うんこマンめっちゃ打つんすよ。いや、うんこマンがなんなら開拓高校1打つ可能性もあるぐらいに打つんすよ、この男。めっちゃ頼りになる。でも頭だけうんこ。沖田純、出た、お前も打つよな。ガッポガッポだよな。太めの外見にもかかわらず、運動神経抜群。家が貧乏なので部活動は無理だと思っていたが、母親に説得されて野球部に入ることができた。ちなみに、入学金の高いコングロ高校に彼が入ることができたのは、その運動神経を期待されたからである。ああ、じゃあ入学金免除とかあったんですかね。そこまであったのに開拓高校に飛ばされたっていうのも、まあ違和感はありますけど。ねえ、だって入学金なくていいってなったらね。それはコングロ高校で頑張ってくれってなるんじゃないですか。ええー、でもそういう感じなんですね。下山直人。小学校時代からずっと野球を続けているかなりの野球少年。だが実際に野球の才能も運動神経も勉強の才能もないため、他人の3倍練習をしてなんとか人並み以上に保っている。いや、努力家なんですよ。他人の3倍しているのに人並みならば、才能がないというよりも、容量がかなり悪いだけかもしれない。確かに。確かに、3倍やってたら人並み超えそうだよな。身につくのが遅いタイプなのかもしれないね。まあそう考えるとプロになって、まあどっかでちょっとパキッとハマる位置があったら、そこからね一気に伸びそうな気はしますよね。経験量はバカあるんで。三影恭一。開拓高校の生徒で主人公と同級生。野球は見るのもするのも好きで、中学生の頃は野球部に所属していた。当時三影の朝練のせいで八坂の遅刻がすごいことになったので、高校では野球に入らなかった。どんだけ好きなんだよ。八坂のことは大好きだが、本人が口にすることはあまりない。恥ずかしがり屋ですからね。
宇佐美保出たやべえやつ。開拓方向の生徒で主人公と同級生。なよなよしていて、女性的な趣味の持ち主なので誤解されがちだが、実は乱暴で危険な一面を持つ。書くな、そういうこと。中学生の時に他の野球部員とうまくやっていけず、そのストレスを先生という架空の人物と話すことでごまかしていたが、そのうちに本人も先生の存在を信じ、頼るようになっていた。やべえやつじゃねえかよ、ここの説明だけ見たらマジでよ。隅原ひろみ。女性なんですよね。開拓分校のキャプテンにして左の本格派投手。本人は見た目にコンプレックスを持っているのだが、実のところたくましい女というのは男女ともに根強い人気があり、後に彼女を大いに困惑させることになった。めっちゃモテるようになったのかな。めちゃくちゃモテるようになったんですかね、男女ともに。木村さえか。この辺から弾道の相手ですね。開拓、長くね？長くねこれ。開拓高校の主人公の同級生。母親はすごい美人だったがすでに亡くなっている。趣味は読書。特に外国の本を辞書を片手に苦労して読むのが大好き。鋭い知性とともに運動神経になかなかのものがあり、意外なパワーに周囲を驚かせることも。母親と比較されることが多かったので外見にコンプレックスを持っている。何かに熱中してしまうとなかなか冷めず、どこまでも突っ走る癖がある。お母さん美人だったのにミスター K に似ちゃったのか顔。それは気にすんだろうな。雨崎千早、千葉好きなんすよね。結城の妹、主人公じゃねえや、小学生の時に雨崎家に来た様子で、しかもその正体は、てんてんてん。この辺はね、また動画でやるんで。運動神経抜群、知力も半端ではないが、懸命さに欠けることがあり、力ずくで問題を解決しようとする成功がある。意外なことに無趣味、何をやっても人並み以上にできてしまうため、これまで何かに打ち込むことがなかった。すげえな。すげえ理由だな、お前。中学高校と数多くの男子生徒に告白されたが、いずれも即座に断った。すげえな、お前。すげえな、お前。何でも持ってんな。一宮大花。亡き父を継ぎ、新大分校の理事長代理を務めていた主人公の同級生。すごいよ、学生で理事長代理ってできんだね。すごいよね。卒業後、正式に新大女学院の理事長となる。父の死と環境変化の影響もあり、他人に頼らず独立で何とかしようとする面があったが、開拓高校での経験を経て改善された。本人は頭が良く冷静なつもりだが、想定外の事柄に弱いところがある。口調と髪型は父親の趣味？いい趣味してはるわ、お父様。小木安子、出た、パラドックス。未来から来た女の子、主人公の孫。ま、もうこの時点で何のゲームだよって話ですけどね。主人公の涙の訳を知りたくて未来からやってきたが、お互いに男女として相手のことが好きになってしまった。やべえだろ、普通に。卵が先か、鶏が先か、という議論は、鶏というものを厳密に定義すれば答えが出るかもしれない。問題は、そんなことに意味があるのかどうかということだ。まあ、やっちまったらもう意味はねえよな。そうだよな。交わっちまったらな。七島あさみ。あさみが一番好きかな、13で、彼女。みんな誰が一番好き、13の彼女。俺は割とあさみなんだよな。主人公とは本校時代の同級生。クラスで一番うるさくて活発な女子というイメージを持たれているが、本当はクラスで一番家に引きこもりがちな人、そこのギャップがいいんすよ。誰とでも仲良くなりそうに見えるが、実は誰とでも普通に話せるだけで仲良くはなろうとしない。その代わり自分が信じたものや人に対しては何を犠牲にしても前に進むことができる。それがバスケとゆらりだった。若干、メンヘラ気質あるよね。若干メンヘラ気質あってね、めんどくさそうな女の子好きなんですよ、僕。二階堂誠。コングロ高校剣道部の男勝りな女の子。外見とは裏腹に、性格は実直で熱く、勝ち気で男性的。真面目すぎて周りから疎まれることもある。実家が古くから続く道場を営んでおり、子供の頃から剣道などの武道を習い、心と技を磨いてきた。そのおかげで全国屈指の腕前を持つ。誠ちゃんとかさ、13だとどうしても彼女強すぎて、いろんな彼女の、まあ、魅力が強すぎて、影に埋もれがちだけど、11とか12だったらトップヒロインだったろうね。まあ、持田の前に一人出すべき女がいただろう、お前。なあ。なぜお前出てきた、もっち。持田広樹。主人公の近所に住んでいる友人。中学校の頃から主人公と同じチームで野球をしてきた。主人公のことが気になって仕方がなく何かとちょっかいをかけているが、それが原因で嫌がられている。小学生男子か、お前は。投手としてはなかなかの実力者。ついにメガネ君が敵に、まさかの敵に回りましたね。びっくりしましたね、最初。つゆぐしたけし。たけしって言うのか、お前。ジャイアンや、お前。主人公の2年上の野球部の先輩。野球好きでみんなから好かれる性格だが、高みに引っ張り上げられるような強引さはない。優しい性格の彼女がいる。ま、開拓分校の奴らモテすぎやろ、お前ら。みんな彼女いるやんけ。父さん。名前をつけてやれ。父さんって言うな、名前をやれ。
子供用のおもちゃを開発する会社に勤務する悩める45歳。子供に明るい未来を提示することが辛く感じるようになってきているのだ。まあ、未来ないからな、この世界。無限の可能性とはよく言ったもので、どの宝くじでも一等になれる可能性だけなら確かにある。大半はクズカゴに直行するのが運命であるが。急にお前悲しいこと言うな、父さんのプロフィールで。確かにその通りだけど、その現実は子供に見せるべきではないぞ、お前。これ全年齢向けのゲームだからな。子供は夢を抱いておくべきだろ。大半はクズカゴに直行するとか、もう子供に見せんじゃねえ。村田克也。開拓高校の野球部の監督。露口に説得されて監督をやり始めたが、面倒くさがりですぐサボる。そんな彼でも野球部員たちを見て何か燃えるところがあったのか、ゲーム中では見えないところで野球部のために頑張っている。お前頑張れることあんの？愛称はムラッチ。実はパワポケ4にも登場している。存じ上げております。でもあの頃そんなに活躍してねえけどな。山西健一。出た。この人何気に出すのめんどくさいっていう、あのミニゲームやんなきゃいけないからね。もう頭ピーマンみたいな頭してんの、お前は。開拓文校の主人公たちの担任。先生になってまだ数年の新人である。小さい頃から先生になることが夢だったため、先生になれるのならどこでもよかった。そのため生徒にとってはかなりのいい先生で、常に生徒の目線で話をしようとしているが、年が主人公たちとそんなに離れていないため、お兄さんという感じにしか受けない。それはそれでありだと思う。ね、距離感近いのいいよ。話しやすいからね、そういう人の方が。木沢秀康。お前秀康っていうのか。開拓文庫一番の物知りの業務員さん。機材の場所や使い方はこの人に聞かないとわからないことが多い。実は開拓高校の元校長先生で、経営難からコングロ高校との合併を推進した。彼はこのことを深く後悔している。後悔してましたね、話中でも。まあ、でも経営難難しいよな、今の時代。少子高齢化だもんな。久能啓太。コングロ高校本校チームの監督。自分にも他人にも厳しい性格をしている。有能な人間にありがちなことだが、彼は周囲に過大な要求をするため、彼についていくのは非常に難しい。まあ、ついていけた人間だけが信用されるみたいな感じだと、ちょっと周りとか部下とかは辛いですよね、こういうの。福山、ゴンノヒョウエ。は？もうゴンノヒョウエっていうの？お前の名前。ゴンノヒョウエ。絶対この動画撮り終わったら忘れてる名前だよ。コングロ高校の校長先生、競争こそが真のエリートを生み出すとの固い信念に基づき、11の学校を犠牲にコングロ高校という歪な学校を作り上げた。いや、今の時代結構そうじゃないって言われてるけど、確かに競争は大事だからな。彼は私利私欲で動いているわけではなく、そのために一層厄介な存在となっている。それ教育理念とかあるわけだからね。子供たちを導きたい、真のエリートを生み出したいっていう結果、歪な形の学校を作っちゃったけど、それはね、まあ、いいことをしてると思ってんだろうからね。これもまた彼の正義ですよね。パワポケは正義の話が重いです。檜垣当時。ちょ、これ、髪白くなってね。おっさんになったのか？開拓文庫の近くで開業している医者。昔は大企業に勤めて超能力者を人工的に生み出す薬の開発などやばい研究をしていた。間違いない。科学という悪魔に理性を打った人間だが、研究以外のことにあまり興味がないので善にも悪にもなり得る。変人。間違いない。変人ですね。矢坂通る。矢坂さん可愛いよな。矢坂さんバチバチ攻略したかったんだよな。この学ラン来てんのもプラスですよね。主人公のクラスメイト。基本的に元気だが朝は弱い。そうね。そうね。寝坊してたからね。同じクラスの三影とは仲が良く、幼馴染で家も隣同士。三影が野球で頑張っているので、矢坂は応援を頑張ることにした。三影のことが大好きだが、人前で言うことはあまりない。お前ら早く結婚しろ！卒業した瞬間に結婚しろ。お前らはうまくやっていける。福丸龍介。なんで応援団みんな髪の毛紫色なの？みんな揃えてるよな。三影と矢坂の中学からの後輩。食べることが大好きで、いつも何か食べ物を持ち歩いている。体は大きいが、筋肉ではなく脂肪。最近体重が気になるようで、何かきっかけさえあればダイエットでも始めようかと思っている。何かきっかけさえあれば始めようと思っているときは始めないから大丈夫です。始める人はその場で始めるって班長言ってましたね。春見清子。清子。雑貨屋をやっている75歳。彼女の店には、しけった爆竹や、賞味期限が昭和に切れている食品も堂々と並んで売られている。それはやばいだろ。39歳の息子がいて、彼が未だに独身なのを心配している。ああ、大丈夫かしら、うちの子ってなってんだ。ああ、まあ納得はできる。木村翔之介、ミスター K! 2年前に大神ナマーズを引退したプロ野球選手。結婚と離婚を繰り返し、再会以外にも5人の子供がいる。人類が破滅に向かっている未来から運命を変えるために来た人間だが、科学的好奇心から歴史を歪めてしまった。彼がこの遊びで証明したのは、宇宙にとって人間や地球がちっぽけな存在に過ぎないということだけだった。悲しいよな。
悲しい結末だったよな。でも5人子供がいるっつっても、そしたら矢部一族のパパ何人いるんだよって話だからね。まあセーフなんじゃねって思っちゃいますね。ジナイダ、相変わらずすげえ顔してんのお前は。ジオット直属の部下、かつてカエサリオンという敵対組織に作られたサイボーグ兵士だったが、見事な戦いぶりがジオットに高く評価されて彼の部下に迎えられた。すごいよな、敵の兵士を迎えたってわけだからな。その後装備が最新式に交換されている。彼女が木村家に送られたのは人生経験を積ませ戦い以外の任務もこなせるようにするためでもあるが、他の連中だと木が熟する前にミスターを始末しかねないという事情もあった。ミスター、どんだけお前警戒されてたんだよ。新たに出た、ジャジメントの日本における非合法活動を担当する部隊の長、乾専務の忠実な部下であり天候を操る超能力者でもある。すごい能力だよね。かつてのジャジメントと大神の戦いでは各地に異常気象を発生させて穀物価格を操作したり。迷惑だなお前。旧ジャジメントに大打撃を与えたこともある。組織では4番目に強いとされており、ナンバー4の称号もあるが、大神時代からのコードネームストームレインを好む。いや、こいつやべえな。異常気象を人為的に発生させられるって、それこそ S ランク行ってもいいんじゃないかなって思いますけどね。ルッカ、出たなお前クソ野郎。テロリスト紹介の仕方よ。旧ジャジメントでは組織のナンバー2で違法活動を担当していたが、権力闘争に敗れて失脚。旧ジャジメントと大神が合併し、津波ができると反津波連合を結成した。その後、相次ぐ敗北と彼女のカリスマの欠如、状況の変化、津波がジャジメントと名称を変更し、旧ジャジメントメンバーの取り込みを進めた。により、運転資金にもことかくありさまとなっている。まあ、大変な状況ですね。サブロー博士。サブロー博士、パワポケ6以来です。あ、11でもいたか。資源の欠乏から、滅亡寸前の人類を救うため未来から木村庄之助と共にやってきた。ところが彼らの工作で歴史は大きく変わり、人類は滅びなかったが人間が増えすぎて極端な管理社会になってしまった。ディストピアになったんですね。慌てて再び過去に戻ったが、木村の裏切りとタイムパトロールの活躍により歴史を元に戻すこともできず、目的もなくこの時代に生きている。辛いだろうな、失敗した世界を見続けなきゃいけないっていうのは。雨崎正成、こいつイケメンよな。こいつイケメンよな。息子を似たよな、パパに。雨崎兄弟の父親、キャノピー証券の社長。もう社長やってんのかお前。なお、兄弟を兄、妹、姉、弟と書くのはあくまでも間違い。へぇ。兄、妹は敬米、姉、弟は指定と読み。そうなんだ。構成を強調したい時に用いる。そして女子のみの場合は姉妹。それ以外の男子を含む子供の構成には全て兄弟を用いるのが一般的である。まあ、雨崎の説明してやれ、パパの。正成の説明を加えてやれ。いや、若葉ちゃんも可愛い。深草若葉。新王文庫の生徒会長を務める。もう生徒会長なんだよな。何気にな。そんな感じでもな。結構ドジっ子のイメージあるからな。桜花の初等部時代からの幼馴染み。同い年の桜花のことをお姉様と呼ぶ。嫌なことをはっきり言えない性格で気が弱い面があるが、お姉様のために頑張った。本人もそれなりの家のお嬢様である。お嬢様みたいな髪型してるもんよ、こいつは。加山健作。ああ、お前の存在忘れてたわ。コングロ高校剣道部の主将であり、実力も一番。二階堂に惚れているが奥手である。熱い性格で自信家なところが少し煙たがられている。ヨットに乗ってギターを弾くことも。バランス感覚いいな、お前。マダラ、闇の城。闇の城もすごいな、名前。通称はマダラ。二階堂誠の実家を道場破りした剣豪。すごい実力の持ち主なのだが、すごいバカなのでバランスが取れている。そのバランス感覚はどうなの？共済家で三次の父でもある。大変だな。何か裏がありそうにも見えるが、実はただの剣道愛好家。ただし変人。本名は中村すぐる。中村さん、闇の城はやべえよ。川田ゆらり、こいつを攻略したかったし、アルバムも欲しかった。っていうか、アルバムまで欲しかった、普通にマジで。アップで早くして。浅見の親友、小学5年生から一緒にいる。実は複雑な家庭事情なので、浅見にも自分の家のことを隠しているが、本当のところは？ゆらりと浅見の昔の話は根性があれば聞くことができるかもしれない。この辺も動画出すんで楽しみにしておいてください。バスケの腕は実は浅見より上。天才ですからね、この辺は。荒井金夫、寂しくなるんだなぁ。荒井銀次、仕方がないんだなぁ。荒井パルオ、潮時なんだなぁ。悲しいこと言うな、次回で終わっちまうからよ。磯田修一、磯田さん髪真っ白だよ。元プロ野球選手、引退後マニアショップを経営していたが健康を害して店をボンダに譲り、故郷で最後の日々を過ごしている。これがパワポケ12ですね。店をあげたのが最後の日々、辛いな。
パワポケ2からシリーズを通して出場していたが今回で引退。お疲れ様でした。クナガリさんに続きモグラーズ時代の人が舞台から姿を消します。寂しい限りです。っていうか亡くなっちゃうからな。パワポケって普通に人死んじゃうからな。こういう昔からいた仲間とかもそこ辛いよな。ボンダ大輔、元プロ野球選手、マニアショップ経営者。磯田からマニアショップを譲り受けた。プロ野球の選手時代、コーチだった磯田に散々しごかれたが、ボンダの影響を受け磯田はマニアショップを経営することになったという経緯がある。野球最高？野球もオタッキーな趣味も何でも最高ですよ。自分が本気で打ち込めるものであれば何でもいいんだよ。何かを見つけられたっていうのは良かったのかもしれないね、磯田さんも。アルベルト、青少年にとにかく野球を教えたがる親切だけど迷惑な外国人。すごく美人な妹がいるアンナですね。最近は登場するために骨折しまくる。最近っていうか昔もや。パワポケシリーズ解禁賞だけど次回は登場するかどうか見て。大丈夫、出るから。ダニシー、ポケ12では大活躍。最近は働くことに興味を持っていない。世間の目も気にしない。親も自分たちが生きてる間に他人に迷惑さえかけてくれなければいいと思ってる。親もうちょい頑張れ。お前は存在自体が迷惑になってる気もする。引退はしない？する？もういい。あ、もういいっす、もういいっす。スカイトリト。トリトって言うのか、お前。トリコみたい。天空分校のキャプテン。会話が常にリズムに乗ってる変人。でも野球を愛する普通の人間。あれ？変人って普通の人間でいいのかな？普通じゃないから変人だよな。普通じゃねえよ、こいつは。鏡、萌え。お前、ラキスタか。女の子のような名前だが、れっきとした男子生徒である。先行高校は、出た先行高校。時代を先取りしすぎて現実に取り残された学校で、過去にガラクタのような外見のロボットを制作して名を馳せたこともある。へぇー。国王、出た国王。お前厄介だよな。素晴らしい運動能力を持った野球エリート。しかし、だからといってあのコスチュームはいかがなものか。彼は名前を付けた親を恨んでいい、間違いない。しかし本人は気に入ってるらしく、試合では国ではなくフルネームの国王で登録している。ま、試合中にそんな冠被ってんじゃねえよ。佐藤翔太、佐藤この野郎。弟の名前はフータ。双子の兄弟でテッサ高校のバッテリー。二人の6つ年上の兄である佐藤十一、および父親のユータと甲子園に出場した親族が数多くいる。ちなみに二人ともとてもモテるらしい。お前その顔でモテんの、お前。羨ましい。羨ましい。こいつもパンパン弾道してんのか。羨ましいな。炎上たけし。たけし、たけしさっきもいたようなたけしって名前のやつ。たけし言いすぎでは。熱くない男は認めないなどと言って年中燃え盛っている。燃え盛っているが、お前、カタカナなのは盛ってるんじゃない？お前もパンパンか。とても熱苦しい男。彼を中心にした9人の選手たちはサンダーナインと名乗っている。呼ばれているのではなく事情。サンダーを英語で火の意味だと勘違いしている様子もある。弱点は角。とても感じやすいようだ。お前、パンパンするけど、若干ちょっと M 側というか、その角で、全年齢対象ゲームじゃ、これは。大畑。本風の誘いに乗って人体実験に参加した選手。歪んだエリート意識とプライドが野球への愛情に勝ってしまったのだ。なお、アスナロはヒノキに奥に叩きで、火場とも呼ばれ、一流の木材になる。校長の言うことなど、鼻で笑っておけばよかったのに。自分の道を行けばよかったんだけどね。出た。本風。13番高校の監督。中性的な雰囲気と衣装を好むが、れっきとした男性である。正体は教育者でも野球経験者でもなく他人の能力をコピーして使用できる能力者。彼が好んで使うデスマスの超能力は自分の命令に相手が従えなくなるというもの。イベント中の彼のセリフの色の違う部分にはこの能力が使用されている。彼の主義として勧誘時にこの能力は使わない。使ったら無敵なんですけどね。使わないところが一流というか、まあ、ポリシーがあるのが一流って感じがしますよね。本譜また出てきた。ジオット直属の部下、組織で3番目に強いとされており、ナンバー3とも呼ばれる。かつて、チューパイロンという組織の殺し屋だったが、暗殺の標的だったジオットと意気投合してしまい、以降、彼の忠実な部下として友人になった。すげえよな、それも。ぶっ殺そうと思ったら、あ、お前いいやつじゃん。へえ、つって、部下になったんでしょ？他人をからかうのが大好きだが、無意味な暴力は嫌っていたり、未だにチューパイロンとの関係を良好に保つなど。よく保てるな、お前裏切ったのに。柔軟な思考の持ち主である。コードネームはバッドエンド。最悪なコードネームだな、お前。ジオット・セベレス。ジャジメントグループ会長。その資産と権力から世界大統領と称されることもある。すげえな。家族を失った時から復讐に身を投じ、それが完了してなお怒りに身を焦がしている。村は彼の病んだセンスが生み出した場所で、カタストロフを生き抜いた人間に襲わせる目的で作られている。そのため、住民たちに戦闘力はないが、食料を守るためなら死ぬまで戦うように条件付けされている。住民かわいそすぎん？大神博之。大神、お前も大変な世界に行ったな。
元プロ野球選手、ジャジメント日本の社長、異常な巨大企業であるジャジメントを解体し、世界を正常な姿に戻そうと日夜努力している。父親譲りの会社経営の才能が開花し、忠実な部下も多い。立場的にはジオットを止める位置にいるが、すべてを投げ出してプロ野球選手に戻りたいとも思っている。それが一番楽しかったんだろうな。乾ハイネ、ジャジメント日本の専務、大神社長を補佐しているが、実質的にはジャジメントのナンバー2的な立場にある。旧大神派の暴走を抑えつつ、ジオット一派の動きも監視している。組織内では最強の戦闘力を持つとされているが、立場上自分が動くことができないことが多く、そのことでストレスを感じることが多い。明らかに現場向きだもんな、この人。戦いたいだろうな。レンチャーサイレン、新王女学院の卒業生で、今は輪切り製作所に勤める社会人である。ネットワークやコンピューターに詳しく、文校独立のための調査に協力する。学生時代に主人公、小学生の桜花と出会っており、その頃から可愛がっている。桜花からは少し苦手意識を持たれている。まあ、キャラがキャラだからな。本人の夢の実現はまだまだこれからといったところ。よかったね、これがアサイレンで。AI レンちゃんじゃなくてね。あ、ここまでですね。はい、という感じになります。パワポケ13のプロフィールを見てみましたが、いかがだったでしょうか。でね、このパワポケ13とか、まあ、12もそうだったんですけど、こんな風に実はいつもの人とか、前作で活躍したみたいな、これ名前もくっついていたりとかするんで、面白いんですよね。はい。で、こんな感じですが、ちょっとね、13の裏の方も面白いキャラクター、治らなかった人って表現やめろ、悲しいから。13の裏の方もね、こういうところ、面白いところいっぱいあるんで、プロフィール、また紹介したいと思いますので、楽しみにしておいてください。では、良ければ、皆さんチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。バイバイ。